つお兄ちゃんは紫眼鏡の中年男性に、カツオ、ヘバに乗れと理不尽なことを言われ、そんなできっこないよ、こんなの乗れるわけないよと良識的な回答をしたら、乗るなら早くしろ、でなければ帰れとなぜかキレられたので、僕の方が悪いのかなと混乱したカツオは、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだと意を決してエヴァになったが、月から飛んできたロンギヌスの槍が突き刺さり、ブラザードインパクト。